ノーラン・ブッシュネルノーラン・ブッシュネルはアメリカ合衆国の元ゲームデザイナー兼実業家で当たり社の創業者。娯楽産業史上ビデオゲームの父と呼ばれる。以前の日本語表記はローマ字読みでノーランだったが現在は発音に忠実なノーランが使われている。ユタ州ソルトレイクシティに近いクリアフィールド町に4人兄弟の第二子として生まれる。子供の頃から SF パズル、数学、電気工作が好きで、10歳でアマチュア無線をはじめ、コールサインは W7 デューク。セメント業者で、モルモン京都の父は、ブッシュネルが15歳の時に亡くなったが、母は小学校の図書館で働きに戻り、また、生命保険に入っていたので生活は苦しくなかったという。ブッシュネルは、自立性と感性を養う、父の死。 教科書を買う金を、ポーカーで負けて吸ってしまう等の理由から、小遣いをもらえなかったので、アルバイトをする必要が生じた。得意の電気工作を活かし、電気製品の格安修理を個人で行ったりしたが、一番大きな体験は、大学時代における近所の老舗遊園地、ラグーン遊園地でのアルバイトだった。これは、ゲームコーナーでの客引き、射的や罠上げのプレゼント渡し、 電気工作によるエレメカの修理などで通常は週末のみだったが夏休みは毎日働き実績を得ると経理などの事務業務も任されたブッシュネルはこれでアーケードゲームで儲ける電気工作で儲けるという感覚を身につけこれが後のゲームビジネスに役立ったと語っている各記事の詳細はいずれもそのリンク先の項目を参照百六十一年に ユタ州立大学に入学。その後、ユタ州立大学からユタ大学工学部に転入した。当時はコンピューターを勉強するには電気工学科しかなかったので先行に選び、プログラムを学んだ。研究室でスペースウォーの魅力を知り、遊園地に設置することを考えたが、1台12万ドルはかかることがわかり断念したが、いつか実現しようと心に誓った。当時、 ブッシュネル自身でもゲームや簡単な追っかけゲーム、キツネとガチョウを作っている。1965年にユタ大学を卒業し、卒業後はアミューズメントの仕事に就こうとディズニー関係の会社に就職するが、うまくいかず、世界初のテープレコーダー会社であるアンペックス社に転職、デジタルレコーダーシステムの業務に関わったが、このアンペックス社には、 後に、当たりで共に仕事をする仲間が多数在籍していた。この時、すでに繊細ポーラと結婚し、娘を二人設けた。娘たちは、コンピュータースペースを開発するときに、次女の部屋が、開発専用の部屋に変えられ、とばっちりを受けることになる。1970年に、電子部品の値段が安くなったのを見るや、スペースウォーの、アーケードゲーム版。 コンピュータースペースの開発に取りかかる。機械ゲームメーカーのナッチングアソシエーツと、ライセンス契約を結ぶとともに、テッド・ダフネーとともに同社に移籍した。1971年11月、コンピュータースペースを1500台制作して、発売したが、操作が難しくて人気が出ず、数十台の売り上げにどまった。これで諦めなかったブッシュネルは退職して、百七十二年に、 当たりを創業する。社名は、囲碁用語で、相手の陣地を奪い取る、当たりに由来する。なお、当初は、惑星直列という意味の、指示儀にしようとしたが、すでにその名前で、法人登記されていたため止めた。アラン・アルコーンを雇って、ゲーム史上初のヒット作、ポンを開発、発売した、一気にコンピューターゲームを世に浸透させ、続いて、ホームポン。 ブレイクアウト等の大ヒットゲームを生み出し、わずか数年で大企業に成長させた。その後は、家庭用ゲーム機、あたり2600等を開発しようとしたが、資金難に陥る。そこで1974年に、あたりの株の半分以上を、ワーナーコミュニケーションズに売り、経営参加を認めた。経営方針が合わず、1976年に、 当たりの全株をワーナーコミュニケーションズに2800万ドルで売却した。これまでにも、ポン、ブレイクアウトで儲けていたのが、この売却でさらに1300万ドルを得て、億万長者となった。だがワーナーとは、その後、経営方針の違いで大きく衝突。1978年に、解任、当たりから退いた。ワーナー側からすれば2年続けた赤字に、 株を売却した資金で上着いてしまったブッシュネルを見切ったとしている。ジャック・ホルツマンはワーナーの買収後に当たりの取締役になったがエレクトラレコードを23年続けたソフト産業のクロートから見て当たりは商品管理や人気ソフトの陳腐化までの読みが甘くバカだったと証言している。ワーナーとの契約時退社後5年間は 当たりと競合する業務をしてはいけないという条件があったため5年間はゲーム以外の仕事を行っていた5年経った1983年からはアーケードゲームにも復帰し主な事業は以下の通りだがこれらも最後まで成功せず挫折する事業が多く1985年には破産した現在は各種団体のメンバーや講演会などを仕事とする 忙しい失業者である。自家用ジェット機を2機も持ち、会員議員に立候補の話も出たことがある。2005年には、アメリカの大型レジャー施設、メトレオンに、ゲームの歩みを記した人物として、ブッシュネルと、宮本茂の名が、星印の中に刻まれた。2008年、パラマウント映画が、レオナルド・ディカプリオ主演で、ブッシュネルの反省を描いた映画、あたりを、 制作発表。プロデューサーも、レオナルド・ニカプリオが務めた。ありがとうございます。